なかったことにするとか辛い。じゃあもう一個の選択肢を見てみよう。戻ってこれた。それわかる。なんだ、話したことなかったのか。じゃあ次は全員のとこをやっていこう。うわお。完全迷路じゃねえか。やっと行けた。なんか出るんじゃないんだろうな。何もないんかーい。とりあえずこれで6つ集まったな。雑談だと。あ、動けるのか。マジかよ。それ思った。審議拒否。ここの奴らマジで大丈夫なのか？私と同じじゃないか。ひどい。おいおい。お前そんなやつだったのか。
ダメだこいつ。わらわら。そこそこええやん。もうこの二人アウトだな。おいみんな空気読んで。知ってんのかよ。何やってんだよ。ですよね。おや？やべ、セリフ飛ばした。空気読めや。バカ。普通に飴玉じゃね？だろうな。ってあれ？そういうことなのか。これも普通に。クイズ番組と言ったら賞金出るだろ。普通に考えて。お守りか。
まさに、お前なぁ。おい。これはひどい。本当に偶然なのか？きっぱり言ったな。おう。見なかったことにしよう。バカやろう。そうだよ、チビ。マメスケがかわいそうだろ。はい。これで全部話したね。よっしゃ、行くか。頭が。この声は。成功。懐かしい。付き合っちゃえよ。
前はいいやつだったよ。ということでここまでで実は4つのエンドを見ました。ということで残りのエンドも回収しちゃいましょう。では、カット。では、タカコのとこで間違えるとどうなるか見ていこう。
この効果音どっかで。一体何をしたんだ？驚きの赤さ。なんだその白いやつは。あ、まさか、これが。とりあえず進展があるまでカット。そういえばここで捕まったらどうなるんだろう。ですよねー。そうだ、ここでお守りもらわなかったらどうなるんだろう。今のは夢だからな。いいな。ここは変わらないのかな？あ。もうあかんやつやんこれ。もうダメだ。パパママ今すぐ逃げるんだ。こいつはシュウじゃない。こっちじゃない。あ。そのまさかだよ。きっと。
か。小学生が妊娠するのか。これはあかんな。ってことは、これ嘘。あのね、本当にできたらどうすんのさ。さあせん。そしたら視聴者に謝罪しなさい。はい。先ほどは NG 的な用語を話したことをここにお詫び申し上げます。てか、そんなに NG なのか？いや、知らん。知らんのかーい。はい、ということで全部のエンドを回収しました。笑いあり涙あり恐怖ありの連続でしたね。というかびっくり要素あったっけ。なかなか面白いゲームですのでぜひやってみてください。では、お疲れ様でした。